コメント欄に何がしたいのって聞いておくけど、別にスポーツ大事だからスポーツやろうねって話をしとんだよ。君はやりたいこと1個しかないんですか？だけやりたいことがいっぱいある。俺の気持ちがわからんという。自分のやりたいことぐらいいっぱい見つけり。スポーツはこれ、こう音楽はこういうとこ行ってね、旅行はこういう場所行ってみたいね。そうやって、じゃあフランス行きたいからフランス行きます、フランスで有名なパン食べます。それに対してさ、友達にえ何がしたいのっていういちいち言わないでしょ。お前友達いなくなるからやめるでしょ。やりたいことやってるときは一番楽しいんだよ人生。やりたくないことやってる時間が一番つまんねえんだよ人生。わかった？あのね、100年しかおらんかったら100やりたいことやるのね。みんなは老後の時の楽しみとか言って60歳までやりたくないことやるんでしょ。いちいちなんか変な言い訳して過ぎてから、若くもない、体も動かない、お金も年金がどうのとか、そういう時になって初めてやりたいことやろうとかって言い出すんやろ。遅すぎ。100年あったら100年間やりたいことやんの。そのために努力すんの。やりたいことできる、したりするために。みんなは努力から逃げて、周りに身を委ねて、みんなが勉強してるから勉強して、みんなが大学行くから大学行って、みんなが就職するから就職して、みんなが働いてやって、みんなの合わせて自分のやりたいことも見つけずに終わっていくやろ。それはダメや。あった、自分のやりたいことさっさと見つけに。この世の中なんてね、いや自分のやりたいことちゃっちゃ見つけた人の勝ちなんよ。うん、ちゃっちゃが自分のやりたいこと見つけたやつの勝ちよ。だって人生、だって人のやりたいことやったってしゃあないよ。自分のやりたいことやるっちゃうけんね、つまらんことやったらしょうがないっちゃうけん。スポーツ好きな人はスポーツ好きでずっとスポーツやっとけばいいの。うん、俺は別にスポーツそんなに好きじゃないけん、たまにでいいかなぐらいの。うん、けどやるならこういうことやろうかなってぐらい。うん、本当にそれでいいもん。自分には趣味があるやん。君の趣味と俺の趣味は別に合うわけないっちゃうけん。普通に君の好きな食べ物と俺の好きな食べ物合うわけないっちゃうけん。そんくらい、そうやってみんなに自分のこと分かってなさすぎよ。うん、ちゃちゃ自分のこと分かったらいい。自分の取扱説明書くらい分かったらいい。俺分かったもん。あ、こういう場所におったら俺ムカつくとか、こういうやつ嫌いとかってちゃんと分かる。そういうやつあんまり関わらないようにするもん、ちゃんとしっかり。うん、でこういうやつ好きとかあるもん、ちゃんと分かったもん。自分で自分の好きな人の系統。今は推しがいることが私の幸せ。イエーイ。さ、推しなんて何もいてもいいですからね。推しね、推しがおる生活だって幸せですから。うん、そうよ。みんな推し活し、人生変わるよ。あのね、普通に趣味の合う仲間と趣味の話した時とかめちゃくちゃ楽しいけん。本当にいちいち趣味合わないやつとベラベラ喋ってさ、くだらん飲み会ってさ、そんなことやった時間があったら趣味合うやつと遊んでオフ会しときじゃ、絶対うめえけん、楽しいけん。レペ活してる。いいね、レペ活。レペ活しとこう。あ、俺らはね、見とって飽きんけん楽しいよ。うん、もう俺らが飽きるなら、多分他のアーティスト無理でも。そんくらい自社の。俺ら、騒がしいやん。うん、5人もおるし、あんなおかしいやつらが。肝とか生きてるだけで人生楽しいよ。やった。まあ、生き続けるけん。誰よりも長生きするけん。